さあ続いてのステージはベルクーの福本勝さんです。福本さんには2曲歌っていただきましょう。1曲目風の噂、そして2曲目は海は男の子守歌です。それでは福本勝さんお願いいたします。Yes, yes, I did.
ベブクーの福本雅です。デビューして4年やっと経ちましたけど、何もできてないうちに4年経っちゃったなって感じなんですけども、じゃあ次、ですね、デビュー曲で海は男の子、よろしくお願いします。マサルさん、thank you.
チーム。はい、どうぞ、フリッシュ。はい、今日の生徒にしますよ。はい。はい、どうぞ。はい、大勢いらっしゃるからね。はい、古いのは高瀬一郎監督です。高瀬、詳しいのは風神の、名前を示してる、ちょっとでも覚えてるので、申し訳ございません。はい、全部揃いましたね。はい、じゃあ、マイク出なきゃいけない。はい、そっちの前にね。はい、今日は。どうもありがとうございました。以上で冠二郎と歌仲間チャリティーコンサート終了となります。さあ、そしてステージにはですね、今日舞台を飾っていただいたプロ歌手の皆様にもお集まりいただきました。ちょっとステージ狭かったですね。皆さんできれば横一列に並んでいただきたかったんですけど、入れてますかね。大丈夫ですか。どうぞ前の方。はい、ぜひぜひ皆さんで一列になっていきましょう。ありがとうございました。さあ、今日ですね、実は12時にスタートして今6時を迎えるところですけど、アマチュアの部41人、そしてプロの歌手の皆様22組、総勢63組によるコンサート、休憩なしのノンストップでお送りしましたが、皆様いかがでしたでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にお客様、最後まで温かな応援を本当にありがとうございました。それではこれにて、冠二郎と歌仲間チャリティーコンサート終了となります。はい、皆様今日は本当にありがとうございました。審査の皆さんもね、はい、いやーおっぱいで、まあ、明日を目指して頑張りますので、ぜひこの後の直一層のご支援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。